はい、こんにちは、翔です。で、僕の経歴なんですけれども、2013年に某証券会社に入社いたしまして、その後、数多くの社長賞受賞、準 MVP 獲得しております。で、現在はですね、米国株決算情報サイトを運営したり、あとはマネーの達人というところで証券記事を投稿しております。じゃあ、今回はですね、ソフトバンクグループが保有している、アメリカのクラウド関連銘柄ですね、オクタの2021年の第2クォーターの決算の内容を解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、動画の最後の方には、第3クォーターの会社予想であったりとか、あとはですね、海外の金融機関が出しているオクタのレーティングですね、日本ではあまり公表されてないデータですね、揃えておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。じゃあまずですね、オクタっていうのがどういう企業なのかっていうところから説明するんですけれども、もう言ってしまうと、クラウドベースのですね、企業向けの ID 管理システム、これをですね、開発提供している会社なんですよ。で、コロナウイルス感染拡大を受けまして、各企業がクラウドサービスの導入とか進めてるじゃないですか。で、その際にですね、やっぱし ID 管理システムっていうところは、一番ですね、企業が神経を使うところなので、いろんな会社がですね、今こぞって導入を進めてるんですけれども、で、このオクタっていうのはですね、ソフトバンクの孫正義さんが投資するぐらいですね、非常に素晴らしいプラットフォームをですね、提供してるんですけれども、で、そのですね、提携企業もですね、すごいビッグネームが並んでおりまして、例えば Amazon の AWS、Amazon Web Service ですね、それであったりとか Google Cloud、Microsoft、Box、あとはですね、オラクル傘下のネットスイートっていう大企業と提携しているだけじゃなくて、あとは大学とか研究機関ですね、そういったところ向けにもですね、このオクタが開発しているプラットフォームっていうのは提供されてるんですよ。で、オクタがですね、提供しているプラットフォームの名前っていうのが、オクタアイデンティティクラウドっていうんですけれども、それにログインしたら、クラウド上で様々なアプリケーションの作業が容易になるんですよ。例えばですね、各社のクラウドサービスを一度の認証で利用することができたり、あとはセキュリティの向上や、ID アクセスの管理の効率化、これがですね、図れるんですよ。なのでですね、このオクタの株が、もちろんですね、新値をどんどん更新していってるんですけれども、直近はですね、日柄調整、まあ、横ばいで推移してるっていう形になってます。こちらがですね、直近のチャートになるんですけれども、8月の28日終値は 207.98 ドル、まあ、大体 5% ほど下落してるんですよ。で、これを見ていただいたらわかる通り、決算発表後ですね、株価の方が下落してるんですよね。で、今回の決算を受けて、なんで株価がですね、5% 下落したのかとか、あとは事業別の推移っていうのをこれからちょっと紹介していきたいと思います。じゃあまず、通期のですね、決算から解説していこうと思うんですけれども、単位はですね、100万ドルじゃなくて1000ドルなので、そこだけはですね、ちょっと注意しながら見ていただければと思います。で、2020年度1月期の決算では、売上高が前年比 46.8% 増の5億8606万ドル、営業利益が赤字幅が拡大いたしまして、1億8583万ドルの損失ですね。で、純利益も赤字幅拡大、2億891万ドル。一株当たり利益がですね、で、これが特殊要因を除いたですね、非ギャップのものを参照してから載せてるんですけれども、マイナス 1.78 ドルという形になっております。で、これを見ていただいたらわかる通りですね、オクタっていうのは今、現在は赤字企業なんですよ。で、それなのに、株価がですね、顕著にこう上昇を続けてるっていうのは、この企業のですね、期待度が非常に高いからなんですよ。やっぱり先ほどお伝えした通り、提携している企業にはビッグネームが揃ってるわけじゃないですか。Amazon、Google、Microsoft とかですね。で、提供しているサービスもやっぱり独自性があるし、収益化もですね、将来的には大きく期待することができるということで、株価の方は顕著に動いてるんですよ。で、今後の決算でですね、見ておくべきところは、この営業利益がいつの時点で黒字になるかどうか、これが一番重要となってきますので、皆さんですね、そこは注目しておいていただけたらなというふうに思います。じゃあ、より詳細な内容をですね、これから分析していきたいと思うんですけれども、こちらはですね、四半期前の決算ですね。昨年の第2クォーターからデータを揃えてから載せています。で、今期第2クォーターの売上高は 42.7% 増の2億44万ドル。で、営業利益に関しましては、赤字幅が拡大してから、4538万ドルという形なんですけれども、ただですね、今期第1クォーターと比較すると、赤字幅が縮小してきてるんですよ。なのでそこはですね、ちょっと評価すべきところじゃないかなっていうふうに思ってます。で、純利益に関しましては、赤字幅がさらに拡大して、6010万ドルの損失っていう形になってます。で、EPS がですね、マイナス 0.48 ドルという形になってるんですけれども、で、注目していただきたいのが、売上高営業利益率なんですけれども、こちらを見ていただくと、前年同期マイナス 31% から、今期はですね、マイナス 22.6% に改善してるんですよね。まあ、未だに赤字企業なんですけれども、
ただですね、今期第1クォーターと比較しても6ポイントほどですね、利益率っていうのは改善してるんですよ。で、これについては評価すべきところじゃないかなっていうふうに思ってます。あとはですね、売上高に関しては市場予想がですね、1億8600万ドルだったんですよ。で、それを今回上回ってきてるっていうところで、第3クォーターの売上高と営業利益のですね、進捗っていうのは注目してた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次はですね、事業構成、事業別の売上推移ですね、そちらの説明に移るんですけれども、で、オクタの事業っていうのは2つから構成されてて、サブスクリプションとプロフェッショナルサービス、その他っていう分野で分かれております。で、この円グラフ見ていただいたら分かるんですけれども、もうほぼですね、サブスクで占めてるんですよね、売上高っていうのは。なので、オクタの決算を見る上では、このサブスクのですね、推移だけ特にですね、注目してから見てあげたらいいんじゃないかなって思います。じゃあ実際にですね、事業別売上高推移どういう風になってるのかっていうことなんですけれども、こちらを見ていただくと、上の方のグラフを見ていただいたら分かるように、順調にですね、売上高っていうのは積み上がってってるっていうのがですね、分かっていただけると思うんですよ。一個ずつですね、その業績の推移っていうのを見ていくと、まずですね、サブスクリプションですね、これが前年同期比 43.9% 増の1億9068万ドルで、プロフェッショナルサービスその他っていうのが 22.2% 増の975万ドルという形になっております。で、この2つのですね、事業の進捗見ていただいたら分かる通り、両方ともですね、綺麗な右肩上がりのグラフをしてるんですよね。で、特にですね、サブスクリプション、こちらの売上高に関しては前年同期比 43.9% という形でかなりですね、成長してるので、で、このですね、成長ペースっていうのが今後ですね、順調に維持できているのかどうかっていうところと、あとはですね、鈍化傾向に要は陥らないかっていうところがですね、非常に注目点として挙げられるんですよ。で、今回ですね、決算発表後っていうのは株価が下がったじゃないですか。で、それはなぜかっていうと、会社側がですね、今期のコロナウイルス感染拡大の影響による年後半の影響っていうのが不透明感があるということで、慎重な見通しを示してきたんですよね。まあ自信はあるっていうふうにはコメントしてるんですけれども、なので第3クォーター以降もですね、このサブスクリプションの事業の推移ですね、これが顕著に右肩上がりに推移しているのかどうかっていうところは注目しておいていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次にですね、見ていただきたいのが顧客件数ですね。これも非常に重要となってくるので、しっかりと押さえておいていただきたいんですけれども、要はですね、このオクタの事業形式っていうのはサブスクリプション形式なので定額制じゃないですか。なので、顧客数がどれだけですね、積み上がっていってるかどうかっていうのが、事業の進捗を占う上で非常に重要となってくるので、ここはですね、一番ですね、注目しておいていただく必要があるところなんですけれども、で、こちらのですね、表を見ていただくと、まず顧客総数ですね、これがですね、前年同期比 27.9% 増の8950件。まあ、順調にですね、顧客の数っていうのは増えてきてるんですけれども、で、年間契約額が10万ドル以上の顧客の数っていうのが 37.9% 増の1685件に増えてるんですよ。で、これを見ていただいたら分かる通り、大口の顧客のですね、件数っていうのが順調に増えてきてるんですよね。もちろん全体の顧客の数っていうのも重要なんですけれども、やっぱしですね、企業としては大口のお客様っていうところは非常に重要なところになってくるので、ここの推移っていうのは注目しておいていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次にですね、地域別の売上構成なんですけれども、オクタはですね、2つの地域から構成されてます。まあ、米国と海外という形で大雑把に分けてるんですけれども、これを見ていただいたら分かる通り、売上高の 85% が米国で稼いでるので、地政学的なリスクっていうのは結構抑えられてるんですよね。国内に大きく偏っているので、じゃあ実際にですね、地域別の売上推移どうなっているのかっていうと、こちらを見ていただきたいんですけれども、まず主力の米国ですね。これが前年同期比 41.8% 増の1億6823万ドル。で、海外が 47.2% 増の3220万ドルですね。どちらもですね、4割以上を超える増収増益となっておりまして、地域別で見てもですね、非常に順調に企業というのは成長してるっていうのが読み取れるかなっていうふうに思います。で、今までのですね、事業別売上高推移であったりとか、地域別の推移見ていただいたらわかる通り、売上高っていうのはその伸びが顕著なんですよね。で、それを受けてですね、同社は通期の売上高予想ですね、情報修正してきておりまして、こちら見ていただきたいんですけれども、で、こちらがですね、今期第3クォーターと通期の予想をですね、それぞれ載せてるんですけれども、注目していただくのは通期の予想の方ですね。売上高に関しましては、従来は 7.7 億ドルから 7.8 億ドルというふうにしてたんですけれども、今回ですね、この決算を受けて、同社は
8億ドルから8.03億ドルというところに売上高の目標を上方修正しているんですよね。で、1株当たり利益に関しても、これもですね、上方修正してまして、従来はマイナス 0.23 ドルからマイナス 0.18 ドルっていう風にしてたんですけれども、今回ですね、それをマイナス 0.03 ドルからマイナス 0.01 ドルっていう風に上方修正をかけているような形になります。で、それを受けてですね、金融各社のですね、レーティングっていうのは、目標株価がですね、引き上げられてるんですけれども、こちらを見ていただきたいんですよ。で、これがですね、8月28日時点で更新された新たな目標株価なんですけれども、こちらを見ていただくと、従来までの目標株価っていうのは、大体平均で言うと、200ドルちょっと超えてるかなぐらいのところだったんですけれども、今回の決算を受けて、各社がですね、軒並み上方修正してるんですよね、目標株価っていうのを。高いところで言うと、シティグループが目標株価を266ドルに引き上げたりとかしてるので、で、低いところでは215ドルっていう形になってるんですよ。あとは買い推奨をしてるところもありますし、今後の株価には、まだまだこれからですね、注目しておいていただく必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ今回はですね、奥田の第二四半期の決算の内容を解説させていただきました。これからもですね、皆様のお役に立つような情報をどんどん更新していきたいなっていうふうに思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。